我らが董卓軍の軍師様がそないな難しい顔して。どないしてん。長領、あなたは相変わらずお気楽そうね。ま、酒は楽しゅう飲むっちゅうが、うちの信条やからな。って、まだ勤務中でしょ。まあまあ、ええがな。酒は職場の潤滑油っちゅうし、よくないわよ。 付き合えば飲んでるのかな。覚悟飲んだらええやん。大抵の悩みはパーッと飛んでくで。そうはいかないわよ。僕が悩んでるのはゆえのことなんだから。ん？うちの大将がどないかしたんか。ゆえ最近体調が優れないみたいなのよ。病気か。いえ、そこまでじゃないんだけど、少し疲れが溜まってるみたいで。 なら、そない仕事言わんと、ちっとは休ませたったらええのに。僕は休むよ、言ってるわよ。けど、今は大事な時だから、上に立つ自分が休むわけにはいかないって。まあ、うちの大将らしいっちゅうたららしいけど、それで体壊したらわいがやがな。その通りなんだけど、 あの子、あれで頑固なところあるから。ほな、なんぞ需要のあるもんでも食わせたるとか。それも考えたんだけど、あの子食が細いから。そうやな。いっつも猫の餌ぐらいの量しか食わんしな。疲れが取れて元気になるような薬でもあればいいんだけど。薬か。そういや、旅してた時に、 高等の宗家には死人も飛び起きるような、どえらい飛躍があるとかなんとか聞いたことあったな。それ、本当？まあ、風の噂に聞いたような。聞かんかったような。高等の宗家の飛躍か。なんや？そないに気になんねやったら、うちが一っ走りって戻ってきたろか。いえ、僕が行くわ。 ほどの薬なら、なまなかなことではわけてもらえないはず。ほな、決まりやな。え？長い旅になるかもしれへんけど、よろしゅう頼むで。ちょ、何も僕はあなたと一緒に行くとは。まあまあ、そう固いこと言わんと。いやー、ここんとこ戦も脳で退屈しとってん。で、遊びに行くんじゃないのよ。わかってるわかってる。 薬もらいに行くんやろ。やったから。善は急げっちゅうからな。早速出発や。でかい声で、まあ言わせたる。 期待してるで。
ても知らへんで。飛燕万丈、大一国、勝負。よくない。クズ、カッカッカッ、クズ。覚えてたら殺せない。まだまだ早い。意外だ。カーボー全然通りや。何するの。待たないで。カッカッ、何するの。まだまだ飲んでた方が良かった。